はい、タグです、今回ですね、動画に入る前に 1.5 報告をさせてください。そのご報告とはですね、新しいメルマガへの引っ越しのご案内です。現在のメルマガではですね、きちんとメールが届いておらず、迷惑メールに入ってしまうことが非常に多いので、この度メルマガを引っ越すことになりました。引き続き私タゴヒロキからのメルマガや新プロジェクトのご案内を受け取りたいっていう方はですね、下記の URL 動画下の下記にですね、メルマガ登録の URL がありますので、新しいメルマガの方にご登録し直しておいてください。で、一応、今月いっぱいでですね、こちらのメルマガ配信は止める予定です。引っ越しのご案内はするかもしれませんが、メルマガ自体の発行っていうのは今月いっぱいで止めてしまうので、新メルマガの方に配信していく予定ですので、ぜひ今のうちにご登録しておいてください。それでは本編に入りたいと思います。今回は引き寄せの法則を体験するための方法ということで話をしていきたいと思います。私が情報発信を始めてからはいろいろな引き寄せが起きているので、この話をしてみようかなというふうに思いました。つい先日ですね、私の YouTube を見てくださっていた会社経営者の方から連絡があって、私のコーチングを受けてみたいっていう話があったんですね。で、その方は会社経営自体はうまくいってるんだけれども、家族関係がなかなかうまくいっていないという問題を抱えている人でした。ここまではですね、普通に普段から起きていることなんですけど、また次の日にですね、別の経営者の方で同じような問題を抱えている人が私のコーチングを受けたいというふうに言ってきてくださったんですね。で、そうした時に私は普段から情報発信の中で家族関係が良好だという話をよくしてるんですよね。で、実際に家族とは離れて今生活してますけど、関係性はとても良好なんですよ。で、以前も話したんですけど、人生がうまくいかない原因っていうのは、あとは会社経営がうまくいかないとか、そういった原因っていうのは、実はノウハウとかテクニックとか事業内容の問題というよりも、それよりも先に解決しなきゃいけないことが家族関係だったりするんですね。で、家族関係が悪化していたりとか、うまくいっていない可能性があるんですよ。だからそこをまずね、最初に改善する必要があったりするんですね。で、私がそういった切り口で情報発信をしていたのを聞いてくださっていた方が、潜在意識を書き換えたいと、家族なんかが良くなるように、無意識を、書き換えたいということで、同じ問題を抱えている人が立て続けに2名来てくださったんですね。で、これはまさに引き寄せだなっていうふうに思いました。で、情報発信をしていなかったらこの引き寄せっていうのはね、起きなかったわけです。で、情報っていうのは発信と受信の2つがあって初めて情報なんですよね。で、多くの人は受信をたくさんするんですけど、発信はなかなかしないんですよね。テレビを見る人はたくさんいるけど、お笑い芸人だったりアナウンサーだったり芸能人になる人は少ないですよね。で、同じように YouTube を見る人はたくさんいるんだけど、動画を実際にアップロードする人は少ないと。こんな風に情報を受信する側の人っていうのは本当に多いんですけど、発信する側の人っていうのはもう本当少ないんですよね。だけど今回のテーマである引き寄せの法則を体感したい、本当に起こしたいっていうことであれば、受信してるだけでは実は起きないんですね。例えば DVD を見たりとか動画を見たりとかブログを読んだりとか、いろんな勉強したとしても、それはあくまでも半分 50% であって、実は情報を発信して初めて 100% の学びになるんですね。だから私はいつもですね、動画の最後に必ず何かしらのアウトプットしてくださいねっていうふうに促してますよね。グッドボタンをするなり、コメントに何か残すなりしてくださいってことを私は言ってるんですけど、あれは決してね、適当に言ってるんじゃなくて、実際に動画を見てコメントを残したりすることによって、自分自身の、要はあなた自身の学びを深めることにつながってるんですね。だから、せっかく5分10分使って何かを得ようと思って動画を見たんだったら、コメントを残したりしてアウトプットする癖を身につけた方が間違いなくいいんですね。せっかくその時間割くんだったら最高の学びにしたいじゃないですか。見ただけだったら 50% なんです。アウトプットして初めて100になるってことを覚えておいていただきたいんですね。あなたがこうなりたいんです、こんな学びがありました、こうしていきたいんですっていうことを発信すると、あなた自身の新たな学びとか気づきになるんですね。
まあ、あとは今は YouTube があるんですから、まあ、セミナーに行ったり講座で学んだりとかいろいろ日々学んでいることを自分でアウトプットしていくことによって新たな引き寄せが起きるんですね。で、引き寄せの法則を学ぶっていうことは、それはあくまでも受信であって 50% なんです。半分なんですよ。もう半分っていうのは自分がこうなりたいんですということを宇宙に発信していかないと実際は引き寄せは起きません。まあ、家族との関係が良好ですというふうに私が発信していたから家族仲を良くしたいっていう人が集まってきたりとか、実際に家族仲がいい人っていうのが集まってきたりするんですよ。もう家族なんてどうでもいいやっていう人は私の近くにいないんですね。なので引き寄せを起こしたいのであれば、引き寄せを起こしたいテーマで情報発信をした方がいいんです。で、引き寄せっていうのは一回体感することができると何度も何度も体感することができるようになるんですね。要はこれって引き寄せの法則かなっていうような、いわゆるシンクロニシティみたいなこと、奇跡の一致みたいなことが頻繁に起きるようになって、今まで感じたことはないんだけどそこに対するアンテナが立つようになるので、敏感にね、引き寄せの法則を受け取ることができるようになります。そうすると情報の感度っていうのが上がってきて、何度も引き寄せを再現することができるようになるんです。だから最初の引き寄せ体験を感じるための行動としては、受信するだけじゃなくてあなた初の情報発信があるかどうかで決まります。あなたが自ら YouTube などを使って情報発信をすることによって、それをキャッチした人たちが集まってきて、どんどん引き寄せを加速していきますので、実際に実践していただきたいなというふうに思っております。はい、今回は以上になります。動画がですね、少しでもあなたのためになったということであれば、ぜひグッドボタンを押して応援していただけると幸いです。で、こういった動画どんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録もお待ちしております。で、動画の下にですね、公式 LINE 登録フォームありますので、そちらご登録いただきますと、日々の新着動画漏れなく見ていただけたりとか、新プロジェクトのご案内を漏れなく聞いていただけますので、ぜひ公式 LINE の登録もしておいてください。はい、それではあなたの貴重な時間いただき、動画をご視聴いただきありがとうございました。感謝いたします。